9月21日火曜日、本日の福岡の天気は晴れ時々曇り、最高気温33度、最低気温23度、福岡明太子地位向上協会がお届けする、明太子ヘッドラインニュース。おはめんたい、メンチ協広報の大塚拓磨です。この番組は我々メンチ協の理事長である田口明太子が日々収集している明太子ニュースを皆様にも共有する番組です。さあ今回で第20回目となりました。本日は田口明太子理事長とズーム収録をしております。理事長おはめんたい。おはめんたい、まあ、おはめんたいと言いつつも夕方4時ぐらいなんですけどねそうですねすいません、私ね今日ちょっと遅れちゃったんですよ、更新がちょっと時間かかっちゃいました。ちょっとね時間かかっちゃいました。あんまりねこれといったニュースがなくて、まあでも最終的に選んだものは面白いニュースなので、うん、ちょっと楽しみにしててください。はい、わかりました。それでは本日の明太子ヘッドラインニュースです。札幌ドームで中島&西川コラボ明太子メニュー販売中。10月末までレギュラーシーズン開催予定の2021年パリーグ、札幌ドームではファイターズ絶品グルメとして中島拓也の明太カルボうどんと西川春樹の銀だこダブルチーズ明太子が販売されています。野球観戦のお供にホットな明太子メニューはいかがでしょうか、ということで、まさかの札幌ドームでの明太子ということですね。そうなんですよ、札幌ドームでの明太子で、これね多分春頃からもうこのメニューとしては出てるのかな。でもこの秋のまた野球観戦でこれどうですかっていうような記事だと思うんですけども、うんうん、これがねなんで明太子なのかこの2人がって思うじゃないですか。そうですね、思いますけど。思いますよね、任せてください、はい、私のそのリサーチ力で調べてまいりました。お、さすが。まずですね、はい、西川春樹さんっていう方はですねイメージカラーがピンクだそうです。あー、イメージカラーですか。あれですか、あの大塚さんちょっと野球のことをご存知です。はいはいはい、野球選手ってお一人ずつイメージカラーっていうのがあるんですか。いや僕はちょっとそれは聞いたことがないですけど。ああ違うんだ、じゃあ西川春樹選手がちょっと特別なのかなこれ。もしくは、まあ、ファイターズの、まあ、ブランディング、うん、選手ごとのブランディングとして、はい、まあ、ピンク色とかそういったものをつけてるのかもしれないですね。ああなるほどね、だからまあなんでピンクかっていうのはちょっとわからなかったんですけど、とにかくまあイメージカラーがピンクっていうことで。なるほど、これ見た感じね結構明太子ソースもかかってそうですよ。チーズと明太子が一緒にかかってるっていう感じですね。なるほど、これが札幌ドームで食べられる、うん、そうそう。でもう一つが中島拓也さんですけども、はい、この方がなんで明太子でコラボしてるかっていうと、うん、なんと福岡ご出身でした。あ、そうでしたか。これはね、あーなるほどなと思いました。私その結構調べてて中島拓也選手のことを、そしたら今まで過去にも中島拓也選手監修の明太子メニューが2個ぐらい出てまして、へー、これは何かあるだろうって、もう本当に明太子のことが好きなのかなって思いながら見てたら出身地にちなんでっていうことでしたね、うん、いやでもいいですね、こうやって福岡出身だからといって明太子を使って何かこうコラボメニュー出していただけるとなるとメンチ協としては嬉しい限りですね。いや嬉しい限りですよ、しかも2つもね、うん、うん、2つも嬉しい。これぜひちょっとね札幌ドームに野球観戦に行く方ぜひ食べてみてほしいですね。そうですね、ぜひともお願いします。ちなみにあの中島拓也選手のちょっとどうでもいい情報をお伝えしますと、はいはい、有名な企画が水曜日のダウンタウンであってですね、はい、人生で一度もホームランを打ったことがないプロ野球選手などいない説っていうのがあったんですよ。はいはい、その中で中島選手って結構足が速い選手であまり長打のイメージないんですけど、はい、人生で一度もホームランを打ったことがないプロ野球選手だったんですよ。すごくないですか。だからあ、そうなんですね。人生で一度もだから小学校時代ですら打ったことがないんですよ。そのまんまプロ野球選手になってちゃんと、はい、本当にシーズンによってはフル出場するくらいの
あの有名な選手になって盗塁王とか取ったりとかしてるんですけど、大体こうプロ野球選手になってる人ってこう、はい、今は足が速いことが売りの選手、守備が上手いことが売りの選手になってるけど、なんだかんだ高校時代は4番打ってたりとかね、はい、あの、はいはい、中学時代はもう無双してたりとか、はい、打つのもすごいしピッチャーもやってたしとか、そういう人が多いんですけど、はいはい、中島選手に関してはもう小学校時代からあのホームランを打つような選手ではなかったっていうねことなんですよ。あ、そうなんですね、すごいですね。でもそのご自身の得意なことに特化して今でも第一線で活躍されてるっていうことですもんね。はい、そうなんですっていう面白い選手で、まあ、ちなみにこの水曜日のダウンタウンの企画があった翌シーズンで人生初のホームランを、はい、あ、そうなんだ、ついにプロ野球に入ってから人生初のホームランっていうのもまた面白い話ですよね。いや、面白い、応援してみてくださいそうですね、ちょっと今後あの中島選手、西川選手、私はもう名前は明太子に関わったらもう覚えちゃうんで。そうですね、はい、レギュラーでよく出る選手なんで、はい、あ、わかりました、ちょっと注目していきたいと思います。はい、ということで次に行きましょう。ユーチューバー澤で函館田辺の明太子で明太子三昧な1日を紹介。ウーム所属のユーチューバー澤でが自身のチャンネルで日常 Vlog を更新。函館田辺の明太子を使って明太子唐揚げを作り、ご飯にも乗せて自分なりの明太子定食を食べた日のことを紹介しました。翌日めんつゆとバターで明太子パスタを作った様子も一緒に公開しています、ということで、ユーチューバーの話題ですね。出ました、これ昨日その YouTube の話題になったじゃないですか、ちょっと。はい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 、はい、でその田口明太子もこう明太子メニューを作ったりとか食べたりしてるところを淡々と写すのありなんじゃないかっていうね、うんうん、ことを言ってたと思うんですけども、これがまさにですよ、日常 Vlog って言って、まあその動画でのブログみたいな感じで明太子料理を作って食べてるっていうのをね見つけまして、これウーム所属の YouTuber さんで 7.4 万人か、登録者数も。こう作ってる最中のこの方の気持ちみたいなのがテロップにこう出ながらね進んでいくんですよ、うんうんうん、だからこう軽く明るく見られるというか、うんうんうん、そういうのもありなんだなと思いました。それでだって視聴回数が3万とかいってるんですもん。この明太子ヘッドラインニュースしかり、ね、あの YouTube 普段の明太図鑑しかり、まあいろいろなんか切り口というかその発信のこう力加減というかね、うん、なんかこう調整しながらやってみたいなっていう気はするんですよね。いろんな出し方、うんうん、試したいですね。そうですね、うんうん、いやいいね、いやなんか考えたいな、やっぱやりましょう、なんか美味しそうなはい、はい、美味しそうなね、タグメン動画、うん、ちょっとあの、ね、僕らの明太図鑑はこうコメントに頼るじゃないですか、美味しそう、はいはい、もうね、なんか僕もすっかりこの目をつぶってこう眉間にしわ寄せながらうめえみたいなのがもう定番化してますけど、はいはいはい、なんか映像で美味しそうっていうのを伝えるっていうのをちょっとチャレンジしたいですね。はい、そうですね、ちょっとその映し方でやっていきましょう。いろんなね動画撮ってみたいですね。こういうニュースからいろいろ参考にしてねやっていければと思います、うん、すごい参考になりますね、あの有名 YouTuber さんの動画っていうのは。そうですね、やっぱりこの同じような、うん、ただ食べるだけただ料理するだけって見えるけどやっぱり違いますね、うんうん、違いますね、うん、違う、ちゃんと考えて作られてる感じするわ。どんな風にしたらいいだろうって考えるのがちょっと面白くなってきました、はい、そうですね、まあ、また進めていきましょう、福岡明太図鑑の方も、はいはい、そうですね、うん、ぜひこの YouTuber 澤でさんね、はい、検索して見てみてください。ぜひぜひ。ということで次に行きましょう。田口明太子ポッドキャストささっとうでこれからを語る。メンチ協理事長の田口明太子が読売新聞西部本社の運営するポッドキャスト福岡深掘りメディアささっとうにゲスト出演。最終回が更新されました。3回にわたりたっぷり細かくお話しさせていただきましたが、今回はこれからについて深掘りされています、ということで、田口明太子理事長ご自身のニュースです。そうですよ、これまさか3回にわたって更新されると思いました？いや前編後編と思ったら、そのね、後編だと思ってた最後に、はい、
次回は田口明太子さんがみたいな感じで、こう最後唐突に次回があることが告げられて、マジで声出しましたよ。ええー、みたいな、次もやんのもうよくねみたいな。いやいや、ありがたいですよ。もう前編後編あるだけでもすごいことなのに、第3弾までまさか作ってもらえるとは。いやー、これポッドキャスト3本ね聞いたら、もうかなり田口明太子が何なのかっていうのはね、分かっていただけるんじゃないかなと思います。そうそうそう、だから大まかにはまあどこでにでもいつも話してるような内容ではあるんですけども、それをこう長尺でちゃんとあのアップしてもらえることによって、細かいところも話しているので、それがまあレアですね、うんうん。いや、このね、読売新聞政府報社の運営する福岡深掘りメディア、ささっと、これあのポッドキャストというか、はい、あのウェブメディアでやられていて、はい、でそのポッドキャスト版っていう感じなんですよね、はい、うん。でまだあのポッドキャストを始めて間もなくて、あの田口明太子理事長が、はい、あの2回目のシリーズというか、ゲスト出演という形ではまだ2人目っていう感じなんですよね。そうですね、だからもうあの本格的に始めてからっていうのは、まあ、私が1人目みたいなようなものですって言っていただいたので、もう本当に光栄ですよ。真っ先に私を呼んでいただけるなんて。そうですよね、もうすでに田口明太子で3回放送をやっちゃうっていうところがあるので、今後のゲストの深掘り具合にも期待したいところですね。そうですね、やっぱりさすが深掘りと言われてるだけあって、今後もすごい楽しみですね。どういうことが来られるんだろう。ぜひこの福岡深掘りメディアささっとで検索していただいて、ポッドキャストを見つけて楽しんでいただければ、ね、はい、いいんじゃないかなと思います。あのこの明太子ヘッドラインニュースをね、あの普段ポッドキャスト聞いてる方はハマるんじゃないかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。そうですね、はい、よろしくお願いします。ということで本日の明太子ヘッドラインニュースは以上です。明日の22日に某ウェブメディアで、はい、あの僕らがメンチ教をやろうっていうきっかけになったようなインタビュー記事がようやく公開されます。やっとか待ったな待ちましたね。もうだって忘れてたでしょ。そうですよ、もう忘れかけてましたよ。だってあれもう序盤じゃないですか、私が大塚さんと出会って。だから僕が最初にお会いしたのが12月ですけど、はい、そうです。その後だからあの取材がね3月ぐらいなんですよ、うんうん、はいはい、インタビューしたのはもうね、はい、もう一日中話しましたよね、あの日。だから、はい、昼から夕方ぐらいまで話した気がしますけど、本当にそうですね、うん、結構話しました、はい、でも全部そうもう一通り理解して、うん、そうでかなりこう濃厚な記事になったんですけど、まあ、それでこうお話を詳しく聞いてから、まあ、何かこうできることないかなと思って YouTube を撮り始めたっていうところからなんですよね。そう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 、だから本当に一番最初去年の12月会った時は、とりあえず僕ができるのは記事にすることなので、まずは田口さんを記事にしますって言って、あの企画を出しますのでって言って、通りましたって言ってから初めての取材してもらったのがそれですからね。明日出るやつかってなると、だからもう12月の段階で僕は記事にするって言ってたから、その企画を通すのにも若干時間がかかりましたし、 うん、でその後コロナ禍でね、なんかいろいろ諸事情があってなんか出せないっていう状況が続いて、はい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 、でようやくこのタイミングで、でもう僕もね、あの病みつき人生に合わせたいなと思ってちょっと水面下で動きまして、うん、でようやく出せるようになったんで、はいはい、これぜひね、これほっと読んでほしいです。いやー嬉しいですね。これもだから私のね、過去のことだったりとか今やってること、それからこれからのことっていうのが見やすくねなってますもんね。そうですね、だからこれ もう何個ね、この田口明太子これを見ればわかるみたいな、何個出すんだって感じですけど、まあまあその中でもね、初めてこの一緒にメンチ教やってる僕自身が、はい、あの田口明太子を伝えるとこうなるっていうものをようやく出せるので、はい、まあまあちょっと楽しみにして、でぜひ読んだらですね、感想をメンチ教の方に教えていただければなと思います、はい、そうですね、それもあって今週がね、ちょっと私のメディア露出ウィークだから、そう今週はね、
この後アーバンダスクに出演して、そうそう、もう1時間半後ですよ。そうですよね、もう、はい、ハードスケジュールになっちゃいましたが、で明日はねメディアが出て、でまた23日はあのコミュニティラジオ、はい、天神コミュニティ FM 天神で生出演ですよね、はい、あれもね。そうです、生です。そう、あれも YouTube だとみんな見れるので。あー、そっかそっか、はいはい、そうなんですよ、あの YouTube でそのスタジオの様子を常時生配信みたいなことされてるので、あ、まあ、まあそれもちょっと告知しつつ、あ、そうですね、また盛り上げられればなと思いますが、祝日ですからね、しかも祝日なんでね、そうそう、見事でも見れるので、お願いします。24日が、闇月人生ということで僕らの生配信もありますので、もうその日はお祭りですよ。お祭りですね。この日はお祭りです。どうなるのか楽しみ。いやね、再現 VTR が作られる人生って羨ましいなって僕も思いますよ。そうですよね、つぶやいてましたもんね、大塚さんね。ないですよ、自分の再現 VTR なんて。そうですよね、いや本当だから私のね、そんななんか合コンに行って全然これでいいのかみたいな悩んでる私のワンシーンが流れるんですよ、わざわざ再現 VTR で。いりますそんなの。ということで、まあ、今後も福岡明太子地域工場協会続々と発信する内容ございますので、ご注目いただければなと思います。はい、お聞きくださいましてありがとうございます。けとうだら、多分また明日。明日。